麻雀遊戯王始まるで。麻雀遊戯トライアウト。さあ、麻雀遊戯王の新しい戦力を獲得するためにトライアウトを行おうという企画です。こんにちは、イーピン君です。マリチューこと長澤マリナです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回もトライアウトに挑戦していただくのは鈴宮マネプロです、はい、よろしくお願いいたします。いや、先日ですね、鈴宮プロにですね、やっぱトライアウトぜひね、麻雀遊戯王の新しい戦力に入ってほしい、ただこう適性を見ようということで、マリッチューさんと対決をしていただく形でトライアウトやっていただきました、はい、結果ですね、まあ、勝負の結果としてはマリッチューさんが圧勝だったと、はい、いうことでございまして、入ってほしいのにこのままでは入れないということで、そうそう、急遽困りますよ、はい、セカンドトライアウトを用意してもらいました。すいません、はい、だから鈴宮さんが入れるまでトライアウトを行おうという企画にね、変わってきております。よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もトライアウトの企画をですね、説明いたしましょう、はい、今回はですね、感想戦をやっていただきたい。データをやっぱりね、あの、まあね、プロ雀士の方って感想戦よく行うじゃないですか、はいはいはい、対局の後に。なので今回もね、お二人に感想戦をやっていただきたいんですが、麻雀遊戯王の感想戦というのはですね、なんか美味しいものとかを食べた後に美味しかったねっていう感想を言い合うことを感想戦と言い合いまして、はい、で今回ですね、お二人の前にご用意いたしました超激辛焼きそば、ここに書いてありますね、極激辛ファイナルというこの焼きそばを食べていただいて感想を喋っていただくという感想戦対決になっております。罰ゲームよ。やばい。罰ゲームじゃないです。罰ゲームじゃないです。あの、ゲーム性はないんで罰です。ただの罰です。ゲームじゃねえわ。これはあくまでですよ、感想戦、まあ、食レポという、ね、形に近いので、あくまで美味しいものを食べてる感じで食レポしてほしい。そうですね、はい、だからこれを食べて辛いだとか、うん、もうこんなのを食べれないよみたいなことを言ったらマイナスイメージになってしまう。ね、この中どれだけ美味しいかとか、ね、美味しさを伝えないといけないですね。美味しさを伝えないといけない、はい、ぜひ伝えていただきたいということでございますが、さ、これはね、マリッチョさんはね、意外と辛いもの平気っていうお話聞いてます。辛いものマジ大好きで、極激辛シリーズも全部食べてるんですけど、はいはい、この子だけ、はい、やっぱちょっとね、私一人でやっつけられなかったぐらい、そうなんですね、めっちゃ辛いです。なるほどなるほど、はい、じゃあこれマリッチョさんは一回体験はしているってことですね。まあ、そう、もう思い出したくもないような。なるほど、体験はしているけども、あまりいい思い出はないから、こうちょっと食レポするの不利かもしれないですね、はい、思い出しちゃうし、ちょっとね、はい、これは負けるかもマジで。なるほど、はい、さあ一方鈴宮さんいかがでしょうか。でも全然無理です、辛いもん。あら、辛いもん無理。まあ別に普通、はい、そんなシリとかも強くないし。なるほどなるほど、はい、全然自信ない、はいはい、あ、本当ですか、はい、でも知らないから、けど食レポの方はまだ分かんないですからね、やっぱり。そうですね、食レポはね、できるかもしれませんけど、はい、やっぱり鈴宮君はね、そのワードチョイスのね、その素晴らしさ、確かに、確かに、例え結構、うん、あ、うまい。あ、じゃあ授業してるんで強いですよね、食レポは。そういうのですね、さ、ここはもしかしたら鈴宮君有利かもしれません。この判定、はい、星野さんにも行っていただきますので、お二人でも頑張っていただきたいと思います。はい、ました。それでは準備に入りましょう。さあ、感想戦の準備が整いました、はい、ということで早速食レポしていただきたいと思います。これまずですね、マリチュアさんからいきましょうか。はい、わかりました。匂いは普通っすね。ですよね、意外と普通ですよね。全然ちゃんと、はいはい、今回はあの、食べきれるかではなくて、はい、食レポをちゃんとできるかということです。そんな行くんすか。あ、はい、お腹空いてるんで。マジ、もう食レポ始まってます。食欲始まってます。もう始まってた。やばい、やばい、そうだな。名言ですよ。よいしょ。キャベツも好きなんでね、やっぱペヤングのキャベツって美味しいですよね。美味しいですよね。はい、ではマリチュアさんから。ね、はい、はい、焼きそば感想戦お願いいたします。はい、それではいただきマリチュー。わ、いや、私の大好きな極激辛シリーズで、はい、なんとファイナルが出たんですよ。ファイナル、あの、辛さが極激辛の2倍かな、多分2倍なんですよね、はい、書いてありますね。いや、私極激辛シリーズはもうほんと全部食べてきたぐらい大好きで、それのファイナルということなので、どのぐらい美味しいのか本当に期待値マックスです。しかもめちゃめちゃ香りいいんですよ、すでに、まあ、あのペヤングの、みんな大好きでしょ、この香りに、さらに辛さが増す、あの、加わるから、よりね、私好みの味になってると思うので、いただきます。私キャベツも好きなので一緒にいただきたいと思います。はい、結構いくっすね。結構、うん、めっちゃ美味しいです。今ちょっと顔若干弱いましたよ。やっぱペヤングのこの、なんだろう、昔ながらの美味しさは変わらず、辛さだけはマシマシにさせてあって、すごい美味しい。あ、結構後から辛さきますね。わー、強っ。多分ね、顔がやっぱちょっと赤みが、うん、うん、うん、
もほんと食べるの好きな人ほんと3分ぐらい食べちゃうぐらい余裕です。わぁ今一瞬戦ったな。一瞬何か戦ったぞ。最後ですね。すげえ最後いける。すげー。うーん、これ多分冷めても美味しいと思います。辛さ保ったまま。なるほどなるほど。ずっと辛さを楽しめる一品だと思います。でもキャベツが甘いから、はい、いい、はい、逃げポイントっていうか。なるほどなるほど。休憩ポイント。バランスよくできる。なります。すげえ震えてたて。すげえ震えてた。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。終了。すごい行きましたね、行きましたね。まだまだこのぐらい、あの食べ終わった後が一番辛いんで覚悟しといてください。なるほどなるほど。いやでも食べてる最中にやっぱり顔ね、バーッと赤くなりましたし、はい、保ってる、まだ保ってる。いやでも相当辛いですよね、これ。辛いですよ本気の辛いですよって言った時に辛いの返ってきちゃうから、喉に。待って、はい、今来た今来たあっおい、あれ第二形態今来るんだ。すげえ。怖い。今来るんですね。怖い。私も終わってますもんね。終わってます。全然終わってます。今のはもうこの延期後ですから今これは。あ、待って、終わんないんだよ。牛乳飲んでもまだずっと辛いの。いやーすげえ。もうどうぞ。あ、私のことは気にせず。さあじゃあちょっとマリチョさんがね、マリチョが今牛乳で少し緩和してる間に。さあ、こうなってきましょう。でもこれもしかしたら、はい、あれですよ、マリチョさんがかましてる可能性ありますから、はい、鈴宮さんをこうちょっとビビらしてる可能性ありますから。怖い怖い、はいはい、じゃあですね、鈴宮さん、はい、焼きそばをお皿の方に分けていただいて。はい、はい、じゃあもう今からいいですね、はい、そうですね、はい、皆さん見てくださいこれ、はい、なんだろう、この縮れ方なんかいい感じにね、縮れてて、あ、いいですね、なんだろうね、例えにくいんですけどね、やっぱり自分からそっち行ったら、はい、いいですね。美味しそう、すごい。全然見た目はすごい辛そうに見えないんですけども、はい、はい、では早速、じゃあ鈴宮さんに、はい、感想戦いただきたいと思います。お願いいたします。はい、いただきます。呼吸が、あ、なんかね、はい、あのお尻に来る上品な味と言いますか、はい、お尻に来る上品な味、はい、なるほど、駆け抜けてる感じ。そうですね、はい、なんか、はい、お尻からオゾロップに染み渡るような、はい、だとしたらお上品な、だとしたらお尻から入れてますか、はい、味がします。はい、なるほど、上品な味、すごい。あのペヤングと違って、はい、辛いんですけども、はい、ペヤングが、まあ、とすると、まあ、こちらのファイナルは大くらいの差が、まあ、差で言うとね、なるほどなるほど、ショットくらい差があるなっていう、はい、お、今まだ余裕あります、余裕ありますよ、感じの、全然余裕ありますよ、はい、はい、うん、すごい、なんか、うん、尻からダイオキシンが引き続き褒めてない感じするな、うん、さあ感じがしますけども、ね、はいはいはい、でもあの最後いっちゃいたいと思いますね、はい、いきますね、最後いける、はい、私鳥肌立ってるからね。さあ、最後行きました。さあ、まとめていきました。うん、さあどうですか？なんだろう。はい、辛いんですけども、はい、なんかすごいね、うん。シンプルに辛いです。やばい、語彙力突き破ってきました、ね、辛みが、はい。辛すぎて、はい、言葉にならない。ここを飲み込んでこう人が食べるもんではないです、はい、すごい辛いです、ね、冷静に、なるほど、はい、なるほど、あ、ごちそうさまでした、はい、さあということでここで食レポ終了です、はい、はい、めっちゃ辛いめっちゃ辛い、あ、でもあれですね、あまりこう表情には出てなかったです、いや、めちゃめちゃ辛いです、え、もっと辛がりません？いや、辛いっすよめっちゃが、うちわじわきますからね。だから今マリチョさんが今一番ダメージ受けてます、ね。私やばいですよ、本当に。はい、冷や汗が止まらないわ。いや、涙出てくる。出ますよね。めっちゃ辛い。デトックスがすごいですね。誰か食べてみてください。スタッフ陣。そうですね。今もう出てます。スタッフ美味しくいただきましたって。後から来る。はい、後から来るっす、これ。後からのダメージがすごいです、ね。大丈夫。なんかうまいコメントできないですよね。うんうん、そうですね。だからお二人とも。
途中まではいいかすごいいい感じなんですけど、最後の方で最後ちょっと無理や辛さがもう襲いかかってくる辛さとの戦いの方がはいはい、はい、必死だった感じがありましたね。もう元に余裕が辛っ落ち着いたところでね、最後に判定を全然落ち着いてないですか、落ち着かないです、はい、さあ、それではですね、お二人ともですね、あまりの辛さにですね口数が少なくなってまいりましたので、ね、判定を、いやいや、これはね、お二人も乗り切った、素晴らしかったと思います。ちょっと判定をじゃあ最後に保証さんにしていただきましょう。さあ、今回の食レポ感想戦どちらが良かったでしょうか。マリチュー、やったはい、そうですね。なのでこれは鈴宮さんにお知らせがあるんですけども、もう一回トライアウトがあります。これ以外にしてください。そうですね、はい、感想戦以外のトライアウトを、ね、やりましょう。いや、とはいえお二人ともね、誰やねん、素晴らしかったやつ、ほんま無理これ、バリゾーン飛んじゃうわいや、でもお二人とも素晴らしかった、頑張っていただきましたので、はい、いや、でもマリチュさんはカルタに耐えて、ね、言っていただきました。で、鈴宮さんも全然ね、もう本当に辛さに耐えて表情を、ね、変えずに言っていただきました。単純に食レポのボキャブラリーが悪かったしじれてる、それが良くなかっただとイーピークは思いましたけども、はい、さあ、ということでトライアウト、今回もマリチさんの勝利でしたので、次回のトライアウトを考えたいと思いますので、鈴宮さんまたお付き合いください。一生勝たれへんやんいつ勝てるようになるかな、はい。さあ、ということでこの動画が面白かった、あとですね、この焼きそば本当に辛いからちょっと食べてみたいぞと思った方はぜひチャンネル登録あげるよ、お願いします。はい、開けて、怖くて開けてないのがあるからね、郵送します、はい、ということで今日はここまで、またね。